あの人の現在、小林恵美の現在2022、本当の引退理由についても明らかに。小林恵美の愛称で親しまれていた元グラビアアイドルの小林恵美さん、2018年に所属事務所を退所し、そのまま芸能界を引退されましたね。引退するに至った経緯について、新しいことへ挑戦するために区切りをつけるといった感じで公表されていましたね。本当のところは別にあったことが判明しました。その気になる内容について詳しく見ていきます。引退理由。当時小林恵美さんが引退理由に挙げられたのが、ここ 1,2 年自分の中でやりきったという気持ちが芽生え始めていました。また新しい夢を見つけて、そこに向かって頑張っていくためにも、35歳で一つの区切りをつけさせていただくことにしました、と発表されています。前向きな姿勢を綴られた引退報告に、多くのファンが応援されていました。しかし、本当の引退理由は違っていたんです。小林恵美さんを引退に追い込んでしまったのは、超大物コメディアンによるパワハラ&セクハラが原因だったんですね。小林恵美さんはポスト小池栄子と期待されるほど、事務所からも期待度が高かったグラビアアイドルでした。そんな中、超大物コメディアンに気に入られ、その方のレギュラー番組に多数出演することが決定したんです。それも主要コントの相手役などに抜擢され、当時相手役だった優香さんに代わってのものでした。優香さん、超大物コメディアンとくればお分かりになりますよね。その超大物コメディアンとは、今は亡き志村けんさんです。今後も続くであろうと誰もが思っていた矢先のことです。10年ほど経過した頃、パタリと志村けんさんの番組に呼ばれなくなってしまったんですね。そうなってしまった原因に、当時の志村けんさんの関係者は、志村けんさんが、あいつはノリが悪い、笑いのセンスが違うとおっしゃっていたそうです。しかし、それまではご自身の近くに座らせ、どんな言葉でツッコミをされようとも笑っていたそうです。急な変化に何かあったなと直感したそうです。そこには志村けんが半分笑いで半分本気の口説きが入っているそうですが、それを小林恵美さんははっきり断ってしまったそうなんですね。このため相手にされなくなってしまったと、前室の関係者の方はおっしゃっているんです。志村けんさんの打ち上げは、マネージャーの参加は不可。さらに、下ネタやセクハラだらけと、業界でも有名な話だそうで、それを損ねてしまうと、二度と呼んでもらえないのだとか。それが事実だとすると、怖い世界ですね。現在、2018年に引退された小林恵美さん。気になる現在は？以前、兄が公務員をされており、自身も安定した収入を得たいということから、公務員がいいですねと挙げられている方なので、公務員になられている可能性があるかもしれませんね。もともと高学歴出身の女性ですから、地頭もいいでしょうし、新たな職業のために猛勉強して成し遂げているということも考えられます。ただ一般女性になってしまいますので、実際にどのような職に就いているのかは分かりませんでした。また気になる結婚についてですが、そちらに関しても情報がありませんでした。ご本人のツイッターアカウントは残ったままですが、引退後更新されておりませんので、完全にフェードアウトされた感じですね。はっちゃけキャラに才色兼備、かつスタイル抜群と、いいところが詰まりに詰まった小林恵美さんが引退されたことは残念ですが、ご自身の新たな人生を楽しんでいてほしいですね。